こんにちは、タイガー太郎です。このチャンネルをご視聴いただき、ありがとうございます。今回の動画は、サッカーの上田綺世選手についてご紹介していきます。2022年11月に開催されるカタールワールドカップにも日本代表として活躍が期待できる一人。日本人離れした身体能力とゴールへの嗅覚は、今や代表には欠かせないキーマンですね。そんな上田綺世選手の現在の嫁、子供について、生い立ちや両親の素顔も詳しく解説していきます。まずはじめに、上田綺世選手の簡単なプロフィールを紹介していきます。本名、上田綺世。愛称、綺世。生まれが1998年8月28日の現在24歳。出身地、茨城県水戸市。血液型、A 型。身長182センチメートル、利き足、右足。ポジション、フォワード。最終学歴、法政大学。上田綺世選手は茨城県水戸市出身で、中学時代は鹿島アントラーズノルテに在籍します。中学時代からトップ昇格を夢見ていましたが、身長が170センチメートル程度と体格が未熟だったことからユースには昇格できず、その後は鹿島学園高校に進学。高校卒業後は法政大学に進学し、体育会サッカー部に入部。2年時には全日本大学サッカー選手権大会の優勝に貢献し、争奪戦の末に鹿島アントラーズへの2021年シーズンからの加入が内定します。2019年7月23日、法政大学のサッカー部を退部し、2021年に加入が内定していた鹿島アントラーズに前倒しで加入することが発表。2019年7月31日、第16節の浦和レッズ戦で途中出場からプロデビューを果たします。上田綺世選手の今までの在籍クラブは、2019年から2022年は鹿島アントラーズ。2022年7月1日にはベルギー一部サークルブルヘー完全移籍。開幕戦の KVC ウェステルロー戦で先発してベルギーデビューを果たし、第6節の SV ズルテワレヘム戦で移籍後初ゴールも決めています。上田綺世選手のプレースタイルは、得点感覚だったりゴールに関わるプレーが得意。ヘディングや背後への動き出し、ゴールパターンが多く、特徴が一つではないところが持ち味です。2022年11月に開催されるカタールワールドカップ日本代表メンバーにも選出、本大会でも活躍が期待される選手ですね。そして上田綺世選手の現在の嫁は超美人と話題。その結婚相手はタレント業としてモデルも行っている由布夏希さん。2022年2月9日に自身の SNS でモデルの由布夏希さんと結婚したことを発表しています。上田綺世選手のコメントは、指示ですがご報告があります。この度かねてからお付き合いさせていただいている由布夏希さんと結婚する運びとなりました。これからお互い支え合いながら明るく穏やかな家庭を築いていきたいと思います。そしてプロサッカー選手として多くの人に夢と感動を届けられるように精進していきます。まだまだ未熟者の2人ですが、温かく見守っていただけたら幸いです。今後とも応援よろしくお願いします。上田綺世、妻になった由布夏希さんも自身のインスタで報告。この度上田綺世さんと結婚いたしましたことをご報告させていただきます。これからも感謝の気持ちを忘れず、明るく穏やかな家庭を築いていきたいです。今後も彼のサポートをしながらお仕事は続けていくつもりです。まだまだ未熟者の2人ですが、温かく見守っていただけると嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします。由布夏希。インスタには2人の和装姿とウェディング姿の写真が投稿され、幸せムードが全開でしたね。そして由布夏希さんのプロフィールは、本名由布夏希。生まれが1998年1月20日の現在24歳。出身地福岡県福岡市。身長166センチメートル。最終学歴西南学院大学。由布夏希さんは小学校6年生の時にスカウトされ、福岡の芸能事務所に所属し、中学3年生まで芸能活動をされていました。しかし高校から大学1年までは学業に専念されていたようで、ほとんど芸能活動はされていませんでしたね。
2016年の大学1年の時にミス ID2017 で猪狩忍賞を受賞し、これがきっかけで2年生に上がる時に西南学院大学を休学し芸能活動に専念。その後はモデルとして幅広い活躍を見せていましたね。二人の出会いのきっかけ、馴れ初めは正式には発表されていませんが、ある情報では由布夏希さんが2020年に配信したインスタライブの中で匂わせ的な発言をしていたようです。その当時の彼氏について、現在の彼氏は友達の友達、高身長の男性、今となっては上田綺世選手と由布夏希さんは同学年で年齢も一緒、さらに182cmと高身長である上田綺世選手なので、この当時の彼氏は上田綺世選手だった可能性が高いでしょう。ということは、馴れ初めは共通の友達の紹介で出会ったと思います。由布夏希さんの好きな男性のタイプは優しい人、誰にでも優しい人がいいですね。人によって態度を変えない人はいいなって思います。一生懸命な人、気が合う人。一方、上田綺世選手はよく食べ笑う人、お互いにそのような印象があるのでしょうね。由布夏希さんは以前から2、3人以上の大量に作った料理写真を投稿していたので、サッカー選手は体調管理や食事管理がとても大切なので、プライベートでも頻繁に料理を振る舞っていた感じがします。そして由布夏希さんは同じサッカー日本代表の柴崎岳選手の嫁でもある真野絵里奈さんと大の仲良し、プライベートでも親交がある姿をインスタでも投稿しています。現在2人の間には子供がいるのでしょうか。調査したところ、結婚してから1年も経っていませんし、上田綺世選手も海外移籍したばかりなので、まだ子供は先のようですね。上田綺世選手がサッカーを始めたきっかけは父の影響が強かったと語っています。上田綺世選手の家族構成は父親、母親、姉の4人家族。5歳の時に社会人リーグで活躍していた父親が試合でハットトリックを決め、自分もサッカーで点を決めたいと思ったのがきっかけのようです。父親もフォワードだったことから同じポジションで自然にプレーするようになったとか。上田綺世選手の父親はプロデビューまではしていませんが、社会人リーグで大活躍していただけにかなりのサッカーセンスがあったことは間違いないでしょう。フォワードに憧れを持っていたことから、上田綺世選手の子供の頃の好きな選手は、ロベルト・バッジョ、バティストゥータ、シェフチェンコ、インザーギ。大物ストライカーばかり。父親との幼少期のエピソードとして、地元の東部公園で、毎日のように、父親とクロスシュートの練習をしていたようです。上田綺世選手が、プロサッカー選手になったのも、父に認められるためと語るほど、父親の存在はかなり大きいようですね。2022年のカタールワールドカップでは日本を初のベスト8に導くためにも上田綺世選手の活躍が期待しかないです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。